さみと石渡花の G アップスプラウト。この番組はチャンネル銀河 MTV 他の提供でお送りいたします。 G アップスプラウトはラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で同時に生放送中です。皆さんこんばんは。スプラウトメンバーでお送りする G アップスプラウト、今夜はセントフォーススプラウトの延命あさみと石渡花の知られざるガリバーコンビでお送りいたします。ちょっと、ね、そうなんですよ ね、あ、ガリバー知らずよくね勇気ありますね、これ、はい、他社のね番組をね、そうそうそう、番組をはっきりと言いましたけど、そう、ね、はい、そう、同じくね、だからね、パイソンが原稿にちゃんと書いてありますんでね、石渡さんのせいじゃありません、私のせいでございますから。そうなんですよ ね、2人とも出て、先週もでしたっけね、はい、石渡さん出たね、先週も、はい、出てたということで、エミちゃん先月でしたっけ、出てた、そうですね、はい、先月、先々月、あ、先々月、はい、ね、4月、はい、出てましたよね、はい、出ておりましたけどね、はい、はい、花さんとはね初共演ということなので、はい、ちょっとお互いの第一印象とかね、話そうかなと、はい、確かに今日会ったばっかりですよね。そうなんですよ ね、先ほど初めましてをして、はい、どうですか、私延命の第一印象とかなんかあれば聞きたいです。笑顔が可愛い、あ、嬉しい、小動物みたい、あ、可愛いね、難しい、まあ、ね、いつこもチャンネル10で見てる方はね、今延命さんの顔がいっぱい映ってますからね。あ、ありがとうございます。小動物のような、小動物か、多彩ですね、本当に多彩、いろんなね、そうなんですよ、なるほどね、やっぱね、天才テレビくんからアイドルをして、そして今、ね、セントフォースで学生キャスターもやっている、ね、いろいろありましたけども、そんななんかいろいろありました。もう芸歴で言ったら長いですからね、もう15、6年以上やっておりまして、はい、僕もあれですから、延命さんを見てね、天才テレビ君で見て、僕もこの世界に憧れて入ってきましたから。何ですかそれ、はい、先輩にね、やっぱ芸歴長いですから、いや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 、ね、姉さんにね、ちょっと学ばせていただくことがいっぱいあると思うんですけども、全然全然、じゃあ姉さんからこれ見た感じはどうですか。姉さんから、そうですね、私はやっぱりこう、はい、笑顔が柔らかい印象がね、ありますので、こうほんわかしてそうだなっていう、こうイメージが、はい、ありますし、でもこう芯が通ってる感じっていうのもあるんですよね、うんうん、そうね、はい、なんかね、嬉しいよね、インスタグラムの写真とかさ、うん、はい、かっこいいっていうかさ、ちょっとクールかっこいいなやつ、ね、やつ多いじゃん、そうそう、うん、なんかね、結構クールビューティーに思われやすいんですけれども、はい、意外と中身はそんなこともないっていうことを伝えておきます、はい、なるほどね、ぜひ伝えてください、はい、この機会に、ね、この ね番組いっぱい時間ね、56分ですか、そうですね、使っていただいて、うん、一気に伝えてね、いただければと思います ね、はい、ね、そうですね、はい、そうですね、いやね、今日はね、いろんなね、うん、ありましたけども、はい、夏休みお二人どんなことされていましたでしょうか、うんうん、ね、今夏休み中でもありますよね、うん、まだそうですね、まだそうですね、あと1週間、はい、あと1週間もありますけども、はい、どうですか、なんか夏休みこんなことしてやろうとかありますか、どうですか、花さん、私この前、うん、大学じゃなくて、うん、高校時代のお友達に、うん、はい、久々に会ったんですけど、はい、お台場に、うん、ドライブデートに行ったんですよ、その友達と、あ、楽しそう、いい、ね、で、まあ、楽しいねみたいな感じで、うんうんうん、でなんか夜景の見えるレストランがあるらしくて、はい、で行ったんですよ、お台場の、お台場のわざわざドライブして、最高に、ね、いい、まあ、ロマンチックじゃないですか、ロマンチックね、素敵、はいはい、でまあお店に入ります、そしたら4人掛けの、うん、椅子で、うん、店員さんが、うん、椅子をなんだ、夜景が見える側の方の椅子をこう、なるほど、2つ用意してくれたんだ、素敵、素敵なお店ですね、で、うん、あ、もうじゃあここは向かい合って座るんじゃなくて、うん、夜景を見て座るんだと私思ったんですよ、あ、なるほどね、はいはいはい、でも座ろうとするじゃないですか、うん、はい、そしたら友達に、え、絶対それ私の荷物置き場だから花違うよって言われて周り見てみたら対面で座り合っていたんですよ、だから私がなんか勝手に舞い上がっちゃって夜景を見ようとしちゃったっていうちょっとポンコツエピソードになっちゃったんですけど、横に、ね、いいじゃないですか、ちょっと恥ずかしかったっ、またさ、友達冷静だよね花そこは違うよみたいなね、そうなんですよ、荷物絶対荷物置き場だからって、もうほんと結構長年のお友達で、なるほど、もう結構
で本当久々会ってその子が免許を取得したっていうことで、うん、テンション上がるね。そうなんですよ、ま、だからそう連れて行ってやるよみたいな、あいいね素敵素敵って思ってやったらもう舞い上がりすぎちゃった夜景だ夜景だみたいな綺麗綺麗夜景がねみたいなやってたら、いや素敵ですね。楽しそうですね。でも本当に、ね、楽しいエピソードですね。夜景を見に行ったというね、はい、楽しいエピソード本当に、ね、友達もびっくりしたことでしょう。びっくりしました多分、はい、どうですかエメちゃんは、うん、気になる。私はですね、はい、なんと今年人生初海外に行きまして、初海外さんおめでとうございます、はい、ありがとうございます、はい、どこ行ってらっしゃったんですか。はい、こちらネームプレートにもありますけれども、はいはい、カンボジアに行ってまいりました。カンボジア、東南アジアの国ですね。いや、どうでした、ね、うん、活気がありますよ ね、 いいですね。お店がすごい看板とかカラフルなんですよ、うん、すごい、はい、看板カラフルなんだ。そうなんですよね。であとびっくりしたのが、うん、あのカンボジアには車道っていう概念がないんですよ。へえ、どういうこと。そうっていうのは、もう車とかあとトゥクトゥクですね、うん、トゥクトゥクとかがもう縦横無尽に、はい、もうすんごい、ま、もうあっち行ったりこっち行ったりわーみたいなもうすごくてなるほどね。そうだから、自分のいるところから少しこう向かいの道にちょっと渡りたいなっていう時も、はい、なかなか渡らせてもらえないんですよ。横断歩道もないので。そういうゲーム昔あったけどなんかね、そういうんじゃなくてね。そうだから本当にそこが全然日本と違うんだなっていうのもね、うん、ちょっとこうカルチャーショックというか、まあうね、面白いね、あの文化の違いがあるなと。いろんな国の文化ありますからね。はい、楽しかったです。いいですね、いろんな文化に触れられるっていうところがね、うん、やっぱ素敵ですよね。いや、そうですよね。いい経験だったんじゃないですか、うん、本当にもう視野がね広がる経験ですよね、やっぱり。やっぱね、視野が広がったということで、ね、うん、もっと視野が広からというとね、はい、エミエさんあれですよね、美学生図鑑になんか掲載されてましたよね。そうなんですよ、あの美学生図鑑に、はい、はい、載せていただきまして、ね、はい、はい、あのいっぱい写真撮ってもらったんですけど、はい、そうですね、はい、本当に何ですか、こんな写真を撮られるってやっぱり楽しいなっていう風に思う経験でしたね。本当に可愛く撮ってもらえるとね、女の子やっぱ気分上がりますから。そうですね、はい、そうですね、もうね本当に、まあでも延命さん、延命さんはねやっぱね、ただシャッター切るだけでもすぐ可愛く写っちゃいますから。いやいや、もう、ね、ありがとうございます。外れがないです。いや、とんでもないです。本当にそんなことは石渡さんでそうですよ、ね、本当に、ね、なんかもう言わせるように仕向けたみたいな。いや、そうなんですよ。いやでもどうですか、石渡さんも実はね美学生図鑑にね載ってますよね。実は実はね2回ほど載ってますから。実はね、実は2回載ってるんですよ。すごい、実は2回。どうですか、です、ね、2回載ってね。どうですか延命さんは。延命さんじゃない、石渡さんも。美学生図鑑なんかインタビューあるじゃないですか、はい、ね、僕あれでいろいろね、あの初出演の子とかのね載ってたら必ずインタビュー見てますよ。あ、そうなんですね。はい、あ、こういう人なんだとかね、はい、うん、どういう人なんだろうって必ず見てますからね。そうですよ ね、 いやね、でもそういうこともありつつね、今日はねちょっと気候的にちょっと過ごしやすかったですね。そうです ね、 そうですね、秋の陽気に、はい、ね、秋をね近づいてきた感じ、ね、感じてきましたよ ね、 ね、今日二人とも半袖ですけど、ね、しっかりね、しっかりとちょっとまだ、ね、はい、明日また暑くなるんですって。そう、なんか、ね、こちらの方で、ね、ちょっと暑くなるから ね、 ね、東京は午前中曇りとか ね、 ね、 で、 ね、で夕方から晴れるみたい、あのお昼から晴れるみたい。そうなんですね。そういったところもありますしね、うん、まあ、気候のね、はい、変わり目ですから、体調にはね皆さんね、そうですね、本当ですね、気をつけていただきたいですね。ね、最近ちょっとまたね、いろいろと、ね、うん、そうね、いろいろありますからね、うん、やっぱね、こういうとこ気をつけてねいただいてね、まあ、季節の変わり目、まあね、服もね、なかなか、あとエアコンとかもね、うんうん、寒くなったりとかね、設定したまんま寝ちゃうね。よくやっちゃうんですよね。まだね夏だと思ってね、ちょっと寒くなると除湿ぐらいでいいですか、皆さんね。なるほどね、除湿、私も気をつけます ね、 ね、本当に声ガラガラになっちゃいますよ ね、 そうですね、そう、二人ともね学生アナウンサーとしてね、喉は大事ですから。そうですよね、ちょっとね、あのちゃんとケアしながらね、加湿しながらね、はい、行きたいと思います、はい、というわけでね、あの今秋の話もありましたけれども、うん、今夜の選曲は涼しくなったら聴きたい曲をテーマに私たちが選曲しました。マイプレゼンテーションはおすすめしたいファストフードをリスナーの皆さんにプレゼンします、はい、さらに G アップルーレットや G アップハンマチと盛りだくさんの内容です。今夜もいつこむスタジオ多摩プラザからお届けします。それではオープニングナンバー、欅坂46で風に吹かれてもお聞きください。
お届けした曲は私延命あさみが選曲しました。欅坂46で風に吹かれてもでした。今夜も始まりました、 G アップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指して、さまざまなコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介、週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンします。この番組はラジオは FM サルース、 FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で生放送、 YouTube ライブ、JCBA インターネットサイマルラジオでもリアルタイムで配信中です。またスマホアプリの FM プラプラでもお聞きいただけます。 G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは E メールで msg@fm-saluce.jp msg@fm-saluce.jp または FM サルースホームページのメッセージフォームから、イッツコムチャンネル10をご覧の方は画面右下の QR コードからメッセージをお送りいただけます。さらにリアルタイムでコメントをしたい場合は X、旧 Twitter でハッシュタグ G アップスプラウトをつけてポストをお願いします。はい、ここでリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいております。ありがとうございます。それではね、参りましょうか。はい、ラジオネームポンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。延命ちゃんのインスタから来ました。お、ありがとうございます。石渡花さん、はじめまして。はじめまして。 お二人の声をラジオで聞けるのを楽しみにしています。頑張ってください。ワクワクですとのことです。どうですか、花さん。いや、嬉しいです。ちょっと声で魅了できるように頑張ります。おー、いいですね。楽しみにしてます。、はい、お願いします。嬉しいですな。はい、ラジオ、あ、すいません、どうぞ。はい、ラジオネームえのき社長さん、お、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。延命ちゃん、石渡花さん、こんばんは。こんばんは。先日延命ちゃんが天才テレビくんで共演をしていた、うん、鎮西すずかちゃんが所属するアイドルグループ、うん、フルーツジッパーのライブに行ってきました。あー、すごいな。特典会ですずかちゃんとお話しする機会もあったのですが、時間が足りなくて延命ちゃんの話までたどり着かなかったので、今度またお話しに行こうと思います。あるあるですね、アイドルの手、本当に。なるほどね。そう、いや、でも全然すずかちゃんお会いできてないので、うん、ちょっと延命ちゃんが会いたがってたよっていう風にね、すずかちゃんにぜひ言っておいてください。なるほどね。なかなかの短い時間でしょ、あの中でね。そうなんですよね。それをね、今リクエストしたところね。ぜひぜひ、ちゃんが、ね、お願いします。いいですね。はい、続いてまいります。はい、ラジオネーム若宮さん、ありがとうございます。ありがとうございます。延命あさみさん、石渡花さん、天の声パイソンさん、こんばんは。こんばんは。今日はいろんな食べ物の日ですね。そこで質問です。はい、好きなロールケーキはありますかとのことです。ロールケーキがどうですか、花さん。私はチョコのロールケーキ、うん、チョコのロールケーキ、そうですね。いいですね、チョコね。やっぱ何の味にも邪魔されず、チョコ反応したい。いいですね。どう、エメちゃんは。私あのフルーツ系のロールケーキが好きで、特にメロンとか入ってるとね、ちょっと高級感増すんですよね。いいね、メロン入ってるやつあるんだね。はい、美味しいですよ。僕いつもあの食べるのがローソンのさ、あのスプーンですくえて、美味しそうです。クリームたっぷりで、クリームたっぷりの、あ、ロールケーキって言って僕ね、そっち思い出すね。なんかあの、なんかもう切れてる、薄くなってさ、切れてるやつ、あの一本じゃなくてね、うんうんうん、あれをなんか思い出すなって気がしましたしね。コンビニスイーツ美味しいですよ ね、 ね、 いいね。はい、それではお願いします。はい、ラジオネームグレコの息子さん、ありがとうございます。延命ちゃん、花ちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。これから秋になっていき、睡眠が心地よい季節になりますが、うんうん、お二人は最大で何時間寝たことがありますか。うんうん、私は20時間です。ぜひ教えてください。すごい、20時間か。20時間、ね、すごいですね。あ、私は結構お腹空いて起きちゃうんですよね。怖い。なので、まあ、23時に寝ても遅くても11時ぐらいだから、まあ12時間くらいかなっていう感じです。普通ぐらいかな。どうですか、花さんは。
私、うん、16時間ぐらいかな。おー、寝る時は、ね、結構寝ましたね。たっぷり寝ちゃうタイプです。あ、なるほどね。だから休日なんもないってなった時は、うん、もうとにかく一日中寝るとか結構あります。至福、はい、のひとときですね。それは一番絶対、ね、今ちょっと気になった、はい、2人がどんな寝癖を作るのかなって気になるんですけどね。寝癖もうすごいですよ、ジャングルですから。ジャングルは、はい、ラジオネーム時計仕掛けのオレンジさん、ありがとうございます。延命、はい、さん、石渡さん、こんばんは。こんばんは。大人になったなという瞬間はどんな時ですか、教えてください。ちなみに今年で47歳ですが、うん、まだ大人になったなという瞬間は訪れていませんとのことで ね、 なるほどね、これから来るかもしれない、ね、そうです ね、 ね、 いいですね。まだまだ若いですけれども、はい、はい、どうですか、うん、花さんは。私は20歳になってますからね、もうね。そうですね、はい、今年21歳になったんですけど、うん、あのそれこそ夏休みに母の実家の秋田に帰ったんですね、はい、そうなんですね。でコロナ禍で4年ぐらい会えていなかったんですよ、うん、なるほど。でその間に、うん、あのお酒も飲めるようになっていて、あ、そういうことね、自分はメイクもするようになっていて、うん、なんかその高校生の時とやっぱ違うなって思って、時の流れをすごく感じました。なるほどね、はい、あ、確かに高校生でメイクはしないんだね。しないですね。あ、そうなんだ。大学になってから、大学になってからでした ね、 ね、確かに確かに。高速でね、ダメですもんね、メイクは。延命ちゃんはどうですか。まだ延命ちゃんはね、20歳になってないですから、ね、あ、そうですね、まだないですけども。そう、だからお酒とかダメなんですけど、成人、うん、そう、成人ですから、うん、クレジットカードを出す瞬間ですかね、私は。やっぱりクレジットカードね、クレジットカードでとか言ってね、出すのがもう大人だなってね。なるほど、はい、痺れます。なるほどね、というわけで、カードということですね、はい、いいですな、はい、はい、たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございます。それでは早速早口言葉にチャレンジする G アップツイスター。今夜はリスナーさんの伊賀国さんが作った早口言葉です。楽しみですね、はい、花さん、早口言葉得意ですか。作業が苦手ですね。作業、あ、私もピンポイントですね、作業。じゃあね、今夜もちょっと頑張って成功させましょうか、はい、頑張ります。はい、というわけで、まずは今週の早口言葉ゆっくり読んでみますね、はい、作業出てきますかね、うん、いきます。緊張です。芋掘り、掘り当て、頬張る、焼き芋、これ3回ですね。なるほどね、なんか簡単そうに見えるけどね、うん、どう でもまあそうですね、早口になるとね、うん、そうね、話が変わってくるよね。確かにそうだね、3回ですから ね、 ね、秋らしいですね、芋掘ってね。そうですね、そうそう、はい、というわけでね、まずは私からいきますので、お願いします、うん、はい、花さんも一緒にリズムに乗って頑張りましょう、はい、それではミュージックスタート。おー、ね、始まりましたね。始まりましたね。これね、緊張の一瞬でございますけど。そうなんですよ、これはね、始まった、始まりましたね。意外とね、3回目ですかね、延命さんね。あ、そうですね、ちょっとですね、頑張らないと。はい、頑張っていきましょう。はい、芋掘り、掘り当て、頬張る、焼き芋、芋掘り、掘り当て、頬張る、焼き芋、芋掘り、掘り当て、頬張る、焼き芋。おー、おー、いいですね、リズムにも乗れました。じゃあ石原さんね、頑張ってください。2回目の口言葉、頑張ってください。うん、芋掘り、掘り当て、頬張る、焼き芋、芋掘り、掘り当て、頬張る、焼き芋、芋掘り、掘り当て、頬張る、焼き芋。おお、完璧。ありがとうございます。完璧でございます。二人とも完璧ですね。いや、よかった、すごいですね。うん、これに意地を見せましたね。どうですか、焼き芋は好きですか。大好きです。大好きです。大好きなんですよね。なるほどね。じゃあね、好きだからね、こういうことも ね早くと文を言えたかもしれないですね。そうですね、はい。というわけで、花さん、ここでリスナーの皆さんにお知らせがあるんですよね。はい、皆さんにお知らせがあります、はい、私たちに言ってほしい早口言葉を募集します。詳しくは G アップスプラウトのポストをチェックしてくださいね、はい、採用された方は今月出演者の写真が入った番組特製のジンをプレゼントします。ふるってご応募ください。はい、というわけでね、今の早口言葉でウォーミングアップできましたので、はい、このままマイプレゼンテーションに行きましょうか、はい、今夜のマイプレゼンテーションはおすすめしたいファストフード。イエーイ。本日9月9日は世界で初めてフランチャイズビジネスを創始したファストフードチェーン、ケンタッキーフライドチキンを作ったカーネル・サンダーズの誕生日。そこで私たちがおすすめしたいファストフードをプレゼンします。やったー、カーネル・サンダーズも喜んでるね。そうです ね、ちょっと今観客の、ね、方もすごいたくさんいますから。はい、はい、この中で ね、はい、花さん早速プレゼン、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ私石渡花のおすすめしたいファストフードはこちら、
サンフランシスコピークス、パンケーキ with 自家製ソーセージ。すごい流暢なね。いや素晴らしいですね。さすがですね。こちらです。はい。どうでしょうか、はい、あのどんな、あれですか、おすすめポイントって教えてほしいんですけども、うんうん、はい、このサンフランシスコピークスってお店は明治神宮前にあるんですね、うん、明治、あ、これサンフランシスコにあるわけじゃないんですか、ね、あ、そうですよ、あ、サンフランシスコにあるのかなと思った、はい、明治神宮前ですよね、はいはいはい、で、このお店はまああのまあ、サンフランシスコって名前から分かるね、うん、やっぱアメリカのファストフード、うん、ハンバーガーとかあるんですけど、その中でもパンケーキのこの自家製ソーセージを一度食べたことがあるんですけど、はいはい、すっごい美味しいんですよ。でも見た目がとてもやっぱジャンキーで、あの大きな私の顔ぐらいのパンケーキがどんどんどんって3枚乗ってて、すごい、そんな小さいんですか私の顔ぐらい小さいでしょう顔確かに、確かに私の手ぐらい顔ぐらいからちっちゃいから、そんなボリュームないのかなって今思っちゃいましたけど本当ですか、確かに大きいんですけど、はい、そうなんですね、はい、あのソーセージもあの選べるんですよ、なので選べるんですか、辛いソーセージとかチョリソとかね、はい、そういう感じですよ、いろいろあって、ハーブ系とかもあるのかな、なんかソーセージね、うん、食べる瞬間パリっても音がして、うん、肉汁ジュワー、いいですね、いいですね、溢れるんですね、でやっぱパンケーキは甘いので、うん、甘じょっぱい、あ、分かる、素敵、締めるんですよ、美味しいですよね、最高に美味しいんですけど、うん、カロリーは本当に高い、そうなんだなかなか、まあね、あ、でもいい、でもやっぱチートデイですよ、そうですね、やっぱ自分に贅沢しないと、そうそうそう、ね、やっぱね、贅沢しないと、ね、いや、ね、今頑張ってますからいろいろとね、はい、そうですね、まあ、美味しいものはカロリー、はい、ゼロキロカロリーってことも、ね、確かにありますから、サンドイッチマンさん言ってましたけど、ね、おっしゃってましたけど、潰すとねゼロキロカロリーだからね、そうですね、ドーナツとかね、はい、はい、というわけですね、はい、じゃ続いて、はい、エンメイちゃんのおすすめを教えていただきたいです、はい、私エンメイアサミのおすすめしたいファストフードはこちら、ファーストキッチンの若鶏のチキンタッタサンド、はい、というわけでね、ファーストキッチンはね、うん、皆さんもおなじみかと思うんですけれども、はい、日本発祥のハンバーガーチェーンなんですよね、うんうん、そうですね、なので、はい、あの日本人のこう口に合ったハンバーガーのメニューを考案するのが得意だし、うん、あと和洋折衷というのがすっごい得意なんですよね、はい、はい、で、まあ、若鶏の、まあ、チキンタツタをこう挟んだハンバーガーっていうのは他のショップでもまあ見たことはあると思うんですよ、他のね競合の、うん、はい、なんですけど、ここのファーストキッチンのチキンタツタはちょっと一味違いまして、うん、分厚いんです、すっごい分厚くて、こう頬張る、はい、大きく口を開けないとこううまく食べれないんですね、食べられないです、ね、もちろんジューシーですし、うん、あとね衣がサックサクなんですよね、美味しい、そうで、しかもそのチキンタツタの上にこうキャベツがドーンとこんもり乗っているので、うん、一回ハムッと頬張るともうシャキシャキ感サクサク感のこの食感のパレードですよ、もうこれがねやみつきになるんですよね、追いかけてくるってことですね、そういうわけなんです、はい、で私が所属していた子役事務所と、うん、あと塾の近くにファーストキッチンがあったのでなるほど、ね、そうなんです、あの私の頑張りをいつもそばで見てくれていたのがこのハンバーガーですから、うん、皆さん明日のランチはこのチキンタツタサンドで決まりですというわけでいいですね、はい、ね、ファーストキッチンって皆さんねパンとかねこあ多かったですけども、うん、どうですか、ポテトも美味しくないですか、あ、美味しいですよね、シャカシャカポテト、どうですか、あのファーストキッチンもポテトありますよね、ありますよね、そう、その味がね変えられるんですよね、うん、いろいろバーベキュー味もあるし、うん、チーズ系のものも確かあったと思います、なるほどね、そうなんですよね、それが楽しくてね、はいはい、そうシャカシャカも楽しいですか、ちっちゃい子とかもね、そうそうそう楽しみながら、ね、やってましたね、いやね、どうですか、今ねやっぱポテトっていうと、うん、いろんなとこありますけど、やっぱマクドナルドのポテトがいいなとか、 あと僕ケンタッキーのポテトも好きなんですよね、わかります、あのちょっとストイック太め、どうですか、カリカリポテトとホクホクポテトどっち好きですか、わかりますね、これ、うん、カリカリですね、カリカリ、カリカリが好きです、カリカリのポテト大好きですか、エメイさんはやっぱカリカリですか、私もカリカリですね、これはちょっとね譲れない、譲れない、はい、やっぱしょっぱい感じの、あのそうなんですよ ね、 いいですね、まあねふわふわも美味しいんですけど ね、 あのしなしなのね、しなしなのね、しなってるのも美味しいんですけど ね、 ね、最高、お腹空いちゃいました、いやいやせっかくですからね、じゃあ僕のね、はい、おすすめも言いましょうかね、はい、僕はねおすすめはねやっぱね、やっぱケンタッキーですから今回ね、あ、そうですね、カネサンダーズのね、カネサンダー誕生日、やっぱりね意外かもしれないですけど、ビスケットケンタッキー、あー美味しい
あれも、ね、今ねちょっとジャンクな系かもしんない。先ほど2人がねやっぱ食べたハンバーガーとかサンドとかね、うん、パンケーキソーセージとかでジューシーな感じですけど、このねビスケットね、表面表面はサクサク、中はしっとりとした生地ね、それに特製のハニーメイプルをかけてこれ食べるんですよね。ハニーメイプルがね、これどう食べます、あの例えば全体にかけて食べるか、それと割って蜂蜜間に入れるかっていろいろあると思うんですけど、どうですか。私は、うん、半分を割ってかけて、うん、はい、で そのまた半分をこう全部に全体にかける感じなので、すごい贅沢だね。全部ちょっとテーベ食べた後なりますけど、それはねご愛嬌ということで、ご愛嬌ということでがっつきますね。いやいいですね。どうです ですか。私もやっぱパカって割って、うん、もう中にたんまり、あそれもいい、たんまりかけてもう挟んだ瞬間にちょっと出てくるぐらいつけるのが大好きですね。いやいいですね。いやたまらないです。たまらないですよね。はい、ちなみにね、タマプラザのこちらね、キッチンの方にも、はい、このスタジオ隣にあるね、ケンタッキーありますからね。でも意外とね、僕ね、ファストフードと聞いて、やっぱなんかチェーン店っていうね、うん、意味のこれやっぱハンバーガーチェーン店がみんな多いんだなと思いましたけど、うん、意外とここなんですよ、立ち食いそばとかね、牛丼とかね、うんうん、あと、まあ、日本声で言えばね、お寿司もファストフードだったりとか、そうなんですか、お寿司って立ち食いですから、もともと確かに、はい、立ち食いで屋台であったものがあの日本最初のファストフードはお寿司じゃないかと言われてるぐらいですね、うんうん、そうなんですよ、そういうのもありますし、まあ身近で言うとおにぎりもそうかもしれないですよね。確かにそうですね、はい、そういうのもありますから、うんうんうん、そういうのかなと思いましたけど、意外とね僕好きなのね、これまたこれフードコートにもありますけども、はい、たこ焼きですね。あいい、銀だこたこ焼き大好き、美味しいですよね。美味しいですよね。これもね、たまらない、これもねいろいろ歯があると思うんですよ、はい、トロトロ、なんかカリカリでさ、ね、中がトロっとした方がいいのか、うんうん、最初からドロっとした方がいいのかってあるんですけど、どうですか、こうたこ焼きでこういうのフレーバー好きだなってあります、なんかあります、なんですかね、うん、私明太マヨとか大好き、ね、ちょっと変わった香り味、そうなんですよ、甘辛のね、はい、またこうなんですか、バランスちょうどいいんですよね、うん、本当に美味しいですよね、はい、そうですか、私は、うん、トロットロの、うん、やっぱたこ焼きが大好き、あトロトロ派、大阪の方のたこ焼きってトロットロなんですよね、ククルっていうお店があるんですけど、ククルね、はいはいはい、すっごく美味しくて、もうなんか病みつきになっちゃう、何個でもね、何個でもいけますよね。最大何個ぐらいたこ焼き食べたことあります？でも、うん、どんぐらい食べた、お家でやっぱタコパとかすると、うん、やっぱ20個とか絶対食べちゃう、ね、分かります、うんうん、とりあえずなんか出来上がるまでさ、家でタコパするとさ、まだ出来上がんないかなと思わない？確かに、もう早く回してよみたいな、したいっつってね、なんかその、うん、うちにたこ焼き器をこう、うん、割と最近に買ったんですけど、うん、あのタコじゃなくて、うん、トマトを入れるても美味しいんですよ、トマト、そう、結構もうジューシーな、まあそうですね、はい、トマトのこう噛んだ時のこう、うん、汁がこう出てくるじゃないですか、はい、あれがまたね酸味があって美味しいじゃないですか、確かに、そう、それがこうソースの甘みと絡むんですよね、なかなか、ソースかけるのその後、そう美味しいんですよ、いいですね、はい、いやね、ね、いろんな食べ方ありますから、ね、はい、いや、いろんなね食べ方もファストフード、うん、いろんな観点からねお話できて面白かったですね、うん、はい、面白かったですね、うん、というわけでおすすめしたいファストフードのプレゼンいかがでしたか、ぜひリスナーの皆さんも私たちにおすすめしたいファストフードを YouTube のコメント欄や X でハッシュタグ GUPSPROUT をつけて教えてもらえたら嬉しいです。それではテイラー・スウィフトでオール・トゥー・ウェルをお聴きください。
お届けした曲はテイラースウィフトでオールトゥーウェルでした。チーアップルーレット。最初見日を目指す私たちアナウンサーにとって、この先紆余曲折予定調和だなんてことはあるはずもないのです。ルーレットに運命を任せ、出たお題をテーマにトークしていきましょう。では花さん、今夜のお題を紹介してください。はい、私の好きなアイドル、ドルバナ。私とスイーツ、スイバナ。最近見た夢、見たバナ。私の憧れの人、ガレバナ。ずっと勘違いしていたこと、カンバナ。そして当たりは、当たりは私たちのサイン入りツーショットチェキをリスナーさんにプレゼントします。いいですね。はい、それでは花さんのルーレットお願いします。はい、かしこまりました。回ってますよ、ルーレットが。なんでしょうか。私の好きなアイドル、おでございます。いいですね。はい、では私の好きなアイドル、ドルバナの話お願いします。はい、私は松田聖子さんが大好きなんですね。いいです、王道ですね。はい、あの母の影響で昭和歌謡を聞くことがとても大好きで、あのその聖子ちゃんの、あの YouTube で残っている動画、あの青い珊瑚礁を見た時の衝撃がすごくて、もう目がキラキラなんですよ。でしかもあの可愛いあの前髪、あ、なんか聖子ちゃんカットね。はい、もうあのもうあとフリフリのもうあの白のワンピースに赤いリボンがついていて、もう多分女の子のあの大好きっていうか、もう憧れが全部詰まってる方だと思うんですね。なるほど、その通りだと思います。はい、もうで曲もいいんですよね。私合唱やってたんですけど、瑠璃色の地球とか、はい、あの名曲も多くて、もうなんかもう憧れなだけでなく、もう歌手としても、女性の憧れとしても、もう全てにおいて完璧な方なんじゃないかなって私は思ってます。なるほどね。本当ですね。できなかった。なるほど。いやー、すごいですね。もう本当に好きなんだなっていうのが今の ね、 もうあの本当に1分ないプレゼンでしたけどね、はい、プレゼンじゃあの、ね、あのトークでしたけども、はい、すごい伝わりますね。本当ですか。そうですよね。聖子ちゃんカットなんてものもね、流行ったみたいですよね。どうですか、聖子ちゃんカットにするとか。見てみたいな。どうですか、重めのくるんくるん の、 のなんか ね、 ね、ちょっとやっぱミーハーなので、うん、はい、やっぱり今のあの透け感のある、なるほど、前髪がいいなって思っちゃう。それは令和なんですね。なるほどね。なるほど、ね、そうですか、ね、令和の聖子ちゃん目指していただければと。素晴らしいですね。楽しみです。はい、はい、では続いていきますか。はい、アイドル好きの延命ちゃんでしたが、はい、ね、何ですかね。お願いします。はい、え、何かな、何かな、何かな。と待ってください。もう一回ぶるるっていいですか。はい、もちろん。ぐる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 。なんだなんだなんだ。おっと、おっと、おっと、行くか。あ、今待ってる。ぐるぐるぐる。当たりです。当たり。何ですか、当たりって。当たりです。ということはあの、はい、チェキがプレゼントになりますので。そうでした、そうでした。ということで、すいません。そしたらですね、僕がリクエストしていいですか。はい、あ、はい。私の好きなアイドル、お願いできますか。わ、はい、かりました。私もいいんですね、語って。はい、いやー、もうこれはよくぞ聞いていただきましたということですね。はいはい、私アイドル大好きでして、ね、私があの、あ、待って、その前にアイドルでしたよね。あ、そうなんですよね。そう、アイドルだったんですけど、やられて、はい、そんなラストアイドルになるきっかけをくれたアイドルグループ、はい、桜坂46さんのお話をさせてください。いいね、はい、桜坂さんはね、2020年に欅坂46からお名前が変わったんですけれども、うんうんうん、その、ね、名前が変わってからも、こう心に訴えかけてくるようなパフォーマンスっていうのがね、かっこいいんですよ。で、例えば最新曲のスタートオーバーという歌があるんですけれども、うんうん、どういう、この歌は最初、曲の最初はですね、うん、センターの藤吉かりんさんという方だけがこう自由に踊っている感じ で、うん、であとは後のメンバーの方々はこうちょっと操り人形のように自由を制限された感じなんですね。ちょっと窮屈な感じなんですけ ど、 ど、うん、曲が進んでいくことに、うん、そのかりんさんの、動きにちょっとつられていくメンバーが出てきたりとか、うん、あと、おー、ノバディソルト、嬉しいです、ありがとうございます。
はい、で、そうですね、あともうかりんさんが他のメンバーさんをこうつられ、説得するような振り付けもあるんですよ、うん、なのでそれで最終的にはこうみんな自由を手に入れた嬉しさを爆発させて踊り出すんですけれども、うん、それがねまた1曲分のパフォーマンスで一つの劇をこう見ているような満足感っていうのがねあるんですよね。感激してるような感じがあるので、うん、ね、花さんは宝塚歌劇団がお好きだということなのでね、劇もうちょっと見られてるかと思うんですけれども、うん、そんな方にもぜひおすすめしたいアイドルグループですので、それは気になっちゃいますね。ぜひぜひ、はい、番組終わったら YouTube でね、はい、ぜひぜひ検索してみてみてください。いやね、そうなんですか、はい、逆にね僕もう一回もう一回言ったけど、この一番今まで、まあ、好きな曲いっぱいあると思うんですけど、今日ねなんかこれ聞きたいなとか、今日一番9月に聞いてほしいなってなんか曲あります。9月に聞いてほしい曲、まあ、9月でも、まあ、秋でもいいですけど、秋の歌、はいはい、そうですね、うん、私は、サードシングルの流れ玉という歌のカップリング曲なんですけど、うんうん、無言の宇宙という歌がありまして、恋愛ソング、ラブソングなんですけれども、うん、こう黙っているだけでもこう好きな人同士はつながっていけるよっていう、この心の通じ合いっていうのをこう描いたような歌になるんですね。でも秋冬はねやっぱりこうちょっと落ち着いた歌を聴きたくなるようなね、時期かなと思ったので、ちょっとそれをちょっとおすすめさせていただきましたので。すごいね、パッと出る、はい、今ね別にアドリブですよ、別に何か用意したわけじゃないですけど、はい、アドリブでね答えていただきました、ありがとうございます。でもね、なんとねこの2人アイドル級に可愛いね2人が、まあ、アイドル級じゃないですか、アイドルでしたからね、はい、アイドルとアイドルとアイドル級に可愛いね石渡さんのこのツーショットチェキサイン入りがですね、はい、1名様にプレゼントされます。当たりですもんね、はい、X のポストこちらをですね、私ポストしますので、はい、まあ、そのポストにですねこちら反応していただいた方に1名様にプレゼントいたします。これねぜひね欲しいですよね皆さん ね当たり、うん、ちょっとこの2人ツーショット見れないですよなかなかね、はい、初めましての2人ですか、この番組でまた次やるかどうかも分かんないですから、ね、そうなんですよ、ね、一期一会ですから ね本当にそういう貴重なチェキが当たりますので、ぜひね、番組のツイッターの、あ、ツイッターX ですね、X、はい、こちらのねフォローしていただいて、こちらポストをですねお願いいたします。はい、はい、というわけでね当たりも出ましたし、うん、花さんジアップルーレット楽しかったですね。はい、はい、というわけで、はい、リスナーの皆さんに私たちの新たな一面を知っていただけたら嬉しいです。では花さん曲紹介をお願いします。はい、フジファブリックで若者のすべてをお聞きください。私石渡花が選曲しましたフジファブリックで若者のすべてでした。
G アップハウマッチ。アナウンサーのスキルアップのため経済に明るくないといけません。そこで今夜は延命さん石渡さんに何度も使ったことがあるものについて、うん、早押し3択クイズを1問出題いたします。なるほど。正解できなかった方には罰ゲームとしてリスナーの皆さんへモノマネを披露していただきますよ。マジか。はい、それでは延命さん石渡さん早押しボタンの準備よろしいですか。はい、大丈夫です。よろしいですか。OK です。はい、本日9月9日は徴用の節句と言いまして、一桁の数字最大9ですね。そうですね。9が2つ並ぶということで長寿を願う大変にめでたい日なんですね。長寿、うんうん、はい、知ってましたか。いや、延命さんですけど知らなかったです。私も知らなかったです。知らなかったですか。はい、実はですね、これ日本以外でも諸外国でも言い合うんですが、日本では別名菊の節句とも呼ばれてるんですね。はい、 ではここでクイズでございます。はい、日本の硬貨で菊のデザインがされているものは次の3つのうちどの硬貨でしょうか。わからない、なんだっけ。正しいものを1つ当てましょう。はい、1番5円硬貨、2番50円硬貨、3番500円硬貨。お、早かった延命さん。え、500円硬貨ですか。500円硬貨。あー、バツか。私にかかっている。そうですね、1番5円硬貨、2番50円硬貨、こちらどちらで紹介しますか。どうぞ。どっち。はい、1番。1番5円硬貨。5円硬貨。はい、正解は50円硬貨でございます。全然気にして使ったことなかったですね。今日も使ったのに恥ずかしい。はい、そっか。ちなみにですね、50円硬貨は初めて発行された昭和30年から現在までデザインは変更してるんですが、菊のモチーフというのは変わらないままなんですね。そうなんだ。ずっと菊は変わってきたということなんですね。そうなんですね。まあ、ちょっとね、ここで実は裏話なんですけど、はい、50円玉って穴が開いた理由って知ってますか。50円玉って穴開いてますよね。そうですね。はい、予想なんですけど、100円玉も50円玉もギザギザしているじゃないですか、うん、はい、側面が。だからそれが間違えないように50円玉に穴を開けたとかですか。あ、惜しい。ほとんど合ってるんです。なるほど。当たってて、大きさが同じだったんですね。100円玉が発行されたと、50円が先で、100円玉後にやったんですよ。うんうん、でその時に間違いやすいから穴を開けたというのが。なるほど。そうなんですよ。そうなんですね。そうすると手で触っても分かりますよね。確かに。あ、財布の中探っても、うん、ということで穴を開けたって。もう延命さんほとんど正解ですね。あ、そうなんですね。はい、でもモノマネはしていただきます。マジかー。はい、というわけでですね、はい、最近ね、2人が罰ゲームってモノマネをするって回が多いんですよ。面白かったですけど、このクイズ難しすぎるのかなと最近思いましたけども、はい、ではじゃあまずはどうしようかな。じゃあね、2択で間違えた石渡さんからいきましょうか。そうですね。そうですね、はい、そうですね、責任を、はい、先に行きましょう。では石渡さん、どんなモノマネしていただきますか。はい、あの101回目のプロポーズの、はい、武田鉄矢さんをやろうかなと。最高ですね。はい、じゃあカメラ2番に向かってですね、はい、思いっきり石渡花さんで、101回目のプロポーズのモノマネをどうぞ。はい、はい、僕は死にましぇん。はい、結構振り切りました。すごいね。まるでなんかダンスのようだったね。僕は死にましぇんって。僕は死にましぇん。でももう一つ言ってた、あなたが好きだからって。そこ大事です。そう、あれ飛び込まなくちゃいけないからね。今どっちかって金髪入ってたからね。僕は死にましぇんって、この髪かき上げてないからね、あんなに。100回プレポーズから車に飛び込んでるから、あなたが好きだから飛び込まなきゃダメです。ちょっと半分で金髪入ってたけど。ね、金曜8時かなと思ったんですけど、土曜8時ですからね。土曜ですね。はい、はい、金髪さんということで、はい、ということで最高でした。延命さん、これハードル上がりましたけど、やばい、どうしよう。何のモノマネをしていただけますでしょうか。私は最近、はい、あの流行っている新しい学校のリーダーズ、はい、女性アイドルグループ、はい、女性グループですね、はい、の大人ブルーを一節歌いたいと思います。いいですね。はい、鈴鹿さんですね、はい、メインボーカルの、はい、それではいきますよ。延命あさみさんで大人ブルーのモノマネをどうぞ。浮かってる星でしょ、
艶やかなこの唇やまなをどこを立ち引き寄せる息をの無ほどに甘い蜜は。おー、あーすごいね。すごいね。すごいなりました。歌も上手いね。歌もやっぱりアイドル、ね、ありがとうございます。すごいね。は、総合力がある、ね、は、はね、新しい学校のリーダーズね、すごい面白いですけども、はいはい、エンメイさんもなりきってね、そうですね、いただきましたけど、いや、ここはやりきらないと、こういうところは二人ともね、やりきってね、もうこのアーカイブ見るの楽しみですけども、恥ずかしい。いやでもね、これね、いつこもチャンネル10で見るとね、迫力ありますよ。なぜかというとアップでね、二人ともモノマネしてるから。そうですね、振りも掴んでね、これね、ぜひね、あのいつこもチャンネル10でね、見られる環境の方はですね、ぜひ、ね、見てほしいですね。ぜひ見てもらうと後でもつ、まあね、それでも YouTube チャンネルも十分で面白いと思うんですけども、いやそうですね、ちょっとね、そこもいろいろね、楽しみ方、いろんなコンテンツありますから、そうです、ね、皆さんに合ったね、楽しみ方絶対してほしいなと思います。はい、というわけでね、延明さん、石渡さん、これでね、ちょっとね、効果について詳しくなりましたよね。うん、はい、そうですね、はい、それでは次回の G アップハウマッチもお楽しみに。はい、というわけで花さん、はい、2回目のご出演いかがでしたか？そうですね、やっぱ前回は緊張の方が強くて、うんうん、後半になってちょっと気持ち落ち着いてきたかなみたいな感覚があったんですけど、今回はすごいやっぱあの延明さんがすっごいやっぱ明るい方なので、いや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 、そのノリノリなテンションにこう私も乗っていけた、嬉しい、なるほどね、あの回でした。あー、よかったです。それはこれモノマネずっと引きずってておかしくてしょうがないね、二人見てると。ごめん、真面目なこと言ってるからさ、すごい面白いですよ。さっきのモノマネまだ引きずってたもん、ね。うん、そうだよね。2回目で3回目の出演で、2回の、ね、あの3回目でね、そうですね、3回目の、はい、どうですか、はい、エメちゃんは。そうですね、私は2回目の進行役ということで、うん、ね、はい、やらせていただいたんですけれども、うんうん、前回よりもちょっと落ち着いてできたなっていう印象があって、ね、やっぱ初めてだと、まあ、司会進行もちろんのことを、うん、こう相手の方の話とか自分の話もしなきゃいけない、うん、そして時間の管理もしなきゃいけないって、このマルチタスクが ね大変なんですよね。いいですよ。なんですけど、うん、こう時計を見つつ自分も言いたいことを言って、うん、花さんに聞けてみたいな感じでバランスを取れたんじゃないかなと、はい、ね、思っていますので、成長したなっていう、そうですね、はい、感じはありますね。ありますよね、まあ、お二人ともね、はい、あの前回比べてもいっぱい成長してますし、はい、もうミツラの皆さんね、この YouTube ライブのチャット上ではモノマネについてすごいですよ。可愛いモノマネですから最高です。包丁とかね、やばい、むしろモノマネがしたいのではって書いてありますよ。そう、本当だ、やばい、エンメイさんの思いっきりいいモノマネですねとかね。そうですね、ありがとうございます。すごい、二人ともモノマネって書いてね、こんな二人とも思いっきりやるっていうのはね、まさか思い想像の以上のね思い切りでね、とても良かったと思いますね。 ありがとうございます、はい、ありがとうございます。本当に花さん、はい、そろそろお別れのお時間ですね、はい、悲しいんですけれども、ね、そんな皆さん、この番組には公式 X があります、旧 Twitter ですね、はい、はい、私たちもポストしています。ぜひフォローしてください。アカウントはアットマーク G アップスプラウト、アカウントはアットマーク G アップスプラウト、また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています。 YouTube で G アップスプラウトを検索してくださいね。ここで G アップスプラウトからお知らせです。私たちと一緒にコラボレーションや番組を盛り上げてくれる企業やお店を募集しています。詳しくはメールアドレス fm841@fm-sarus.jp、fm841@fm-sarus.jp、 皆様からのご応募お待ちしております。はい、お待ちしておりますよ。もうあっという間のね、そうですね、でございましたけども、本当にあっという間でした、ね、まだね、おまけコーナー YouTube ライブだけで行いますので、うん、この後もですね、 YouTube ライブでご覧になる方はご覧になってくださいね。はい、はい、最後まで楽しんでください、はい、今夜のお相手は延明あさみと石渡花でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。この番組はチャンネル銀河 MTV 他の提供でお送りしました。